ちが結構出てきました。そうですね、やっぱ引退試合、まあ、おそらく全部ぶつけてやろうと思って来ると思うので、まあ、全部をぶつけて全力で来てくれるっていうのは楽しみなので、まあ、日韓対抗戦ってなるとやっぱり、まあ、見ている方も分かりやすいと思うので、まあ、向こうも全身全霊でかかってきてほしいので、まあ、自分も全力で倒しに行こうと思っているので。부산 이지아라 주기훈입니다. 마지막 경기를 챔피언과 할 수 있어서 영광입니다. 그리고 대회를 마련해 주신 재팬킵 관계자와 고이즈미 회장님께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 마지막 경기인 만큼 최선을 다할 테니까 챔피언 파이팅 있게 싸웁시다. 감사합니다. その現地に来ている方々プラス、まあ、配信でも見ている方たちにも分かりやすいような倒し方をできるように頑張るので応援お願いします。試合メインイベント日韓国国際戦です。 62kg 契約3分5ラウンドです。元韓国格闘技大学王者、元 CK 副打球王者朱義憤の登場です。今日が引退試合ということで、その舞台をこの日本で市原で迎えるというこの朱義憤です。青のグローブをつけています。プロ戦績は38戦22勝6つの KO 11敗5分けという戦績です。36歳の選手です。体調仕上がりともにベスト、普段は試合前緊張は全くしない、いつもと同じ感じだというふうに話していました。まあ、すごいいい試合にはなると思います。中は僕もやっぱりやって、1回10年ぐらい前に戦ってますんで、すごいいい選手ですね。噛み合うんで、最後にメインイベントにふさわしい試合になると思います。はい、さあゆっくりと今歩を進めてリングに登りました。相手のムガは強そうには見えない、スピードも経験値も自分が勝っている、今日は試合をしながらチャンスが来たら狙っていきたいという話です。試合展開としてはローキックを当てながら相手の反応を見ていきたいと、その後パンチを当てていきたいというチュ・イフンの話。はい、まあ、中はね、すごいタフなんで、めちゃめちゃタフなんで、まあ、倒れることはないと思いますね。楽しみですね。はい、そしてビクトリージム所属、赤コーナーからムガが登場してきます。ムガ選手もこの間ね、内田選手に、元内田チャンピオンですか、とやってタイトルマッチ取りましたが、ね、防衛戦でしたっけ、まあ、取りましたね、3月19日の、はい、それなんでやっぱり、ね、テクニックある内田選手にやっぱり、勝ってるんで、まあ、そういうテクニックを打ち下す攻撃力があるっていうことなんで、まあその中タフですけど、ムガ選手の打撃も結構その中のタフさを打ち下すものがあるかもしれないですね。さあ今両腕を広げながら姿を現しました。赤のグローブをつけていますビクトリージム所属のムガです。26歳、ジャパンキックライト級王者、今回チャンピオンになってからは初の試合、団体ベルトを背負って戦う覚悟があるという本人の話、いい意味でプレッシャーがあるというふうにも話していました。20歳からキックボクシングを始めました。それまでは野球をしていました。八木沼会長をはじめ、長澤選手、滝沢選手、ロギ選手、細田選手とミット打ち、追い込み、スパーリングをやってきました。中でもサーキットという練習が本当にきつかった、それを乗り越えて今日臨みます。はい、そうしたらもうやっぱりメインイベントっていうのもあって、チャンピオンの初戦っていうのはやっぱり
幸先よく、まあ、KO 勝利でねつなげていって、まあ、その JKF が、まあ、団体を背負うようなチャンピオンになってほしいっていうのもあるんで、まあ、ここはもう勝負、まあ、そういうメインイベントを引っ張られるようなチャンピオンになっていくかのちょっとあれですね、期待したいですね、期待するところですね今日は。チャンピオンになってからの初戦です。白星で飾ってみせます。ムガ、アゴラ元韓国格闘技ライト級王者、元 CKS フェザー級王者、釜山イチャイチーム所属、引退試合をここ市原で迎えました。12分です。ちょっと楽しみな試合ですねこれは。画面右のムガが26歳、左の韓国の中義憤が36歳です。まあ、中が、ね、どれだけ、まあ、仕上げてきているかと、まあこのまあ、僕が10年前に見た中がどんだけ 今回と、はい、どんな感じになっているかですね。メインイベント日韓国際戦 62kg 契約3分5ラウンド第1ラウンドが始まりました。ロキ君、いいですね、スピードはそこまで落ちてないですね。どうですか、はい、この一発目見ただけで分かると。あ、やっぱりケリーのローの走り方が速いんで、ええ、はい、ケリー先はすごい速くていいですね。ロキ君ですね。がナイス、コツコツと両者ともにローを当てていきます。やっぱり下から削っていくということも当然念頭にあるという形なんでしょうかね。そうですね、まあ、お互いにちょっとそういうタイプかもしれないですね。ローとパンチっていうタイプかもしれない。ローでじわじわ削っていこうという両者。ジャブです。アムラ選手のやっぱり手足長くてあのジャブが打てるといいですね。距離感を測るようにして左の前田です。5ラウンドあるということもあって、その、まあ、ペース配分、体力の配分もですね、はい、そうですね、やっぱり5ラウンドだからって、でも3ラウンド以上にやっぱりいかないとダメなんで、やっぱり1ラウンドから様子見るとかってしないで、今お互いやっぱり攻めてるんで、すごいいい展開です。パンチです。5ラウンドだからといって様子を見るということではなくてと。そうなんですよ、様子見るラウンドなんて5ラウンドでやっぱり作っちゃダメですね、まあ、攻めながら様子見るっていうのが。左右左、うん、でもやっぱり2番選手いいですね。右のロー、次に中義憤です。ミドルキック、乾いた音がしました。ローキックです。ちょっとずつ中義憤の左の膝上あたりもですね赤くなってきました、はい、まあ、ただムガもですね左の膝が赤くなっています。でムガ選手やっぱ武器が手、やっぱあの手の長さはすごいいいですね。ムガですか、はい、すごいあの肘打ちもうまかったんで、ちょっと武器が多彩です。今あの有効打による出血があったということでドクターチェックに入っています。青のグローブをつけている中義憤です。そして今手前側がムガです。まあ、中義憤としてもムガに対する印象としてはですね強そうに見えないと、はい、スピードも経験値も自分が勝っているということで自信を覗かせていったんですが、はい、いきなりこう出血がありましたね。そうですね、やっぱりそう、まあ、こうあの映像で見るのとはまた違うんで、やっぱり面と向かってこう対峙した時に、結構やり思ったよりも手足長いなって感じてると思うんですよ。やはりこうリングに立ってから感じるもの当然あるでしょうからね。そうですね、そしてやっぱりムガ選手の映像よりも今のは多分強くなってると思うんで、はい、チャンピオンになったら全然やっぱりこの先団体を背負うとかそういう気持ちも芽生えてくるんで、やっぱり昔以上に練習もしてるしレベルアップもしてると思うんですよね、すごく。一気に来ますか。中義憤です。激しいです。これはすごい殴り合いになってる。抱え込むようにして
膝、右の膝、そして距離を取る、コーナーに近づいていく、右、胸です、左、返していく、中継フン、フック空振り、ちょっと有効だ、曽我さん、出血多くないですか。そうですね、ただ、まあ、ラストの試合だから、結構気合が入ってますね。気合入ってもいいと思います。36歳中期分、自らの引退試合をここ日本に求めてやってきました。第1ラウンドが終了、ただものすごい出血量になっています。曽我さん、この有効打による出血はどう見てますか。そうですね、やっぱり武賀選手のリーチの長さがやっぱり距離感が分かんなかったんだと思うんですよ。で、まあ、どんだけちょっとあれですね、傷が、まあ、やれるのか、まあ、切れてるのがやっぱ目の上とかだと結構、止められやすいんで、まあ、切れてる場所にもよるんですけど、血の量よりもやっぱりその神経が多い場所だと危ないんで、そっちかかりやすいんで、まあ、そういった中で、まあ、無我なんですけれどもね、この2ヶ月間の過ごし方、3月19日の試合が終わってからもまたすぐ試合があると思っていた、切り替えて走り込みとミット打ちなどの基本の動作を見直してきたということで、とにかく基礎を継続してきたんだという話をしていますね。タオル出た、ここで中期分のセコンドからタオルが投げ込まれました。 TKO ビクトリージム所属、赤のグローブをつけている無我、王座体感の初の試合、白星で飾っています。中期分も無念のここはタオル投入ということになりました。それだけ出血が多かった。ただ曽我さん、この第1ラウンドの攻防ですね、はい、まあ、私たちとしてもファンの皆さんとしても第2ラウンド第3ラウンドってもっと見たかったですよね。まあそうですね、見たかったんですけど、でもやっぱりチェも最後もう、もう止められちゃうかもっていうのもあって、多分最後ラストスパートかけたと思うんですよ、はい、なのですごいいい気持ちは見れたんで、ただまあ武賀選手の今後にやっぱり期待ができるような試合だったと思います。今回の勝利で今後どういった、ね、チャンピオンになっていくか、っていうところじゃないですかね、はいはい。まあ、3月19日の試合はですね、チャンピオンに輝いた試合は内田正幸選手と5分戦い切って判定勝ちを収めました、はい、ただ押し気味ではありましたけれども判定勝ちをしたと。今日はこの第1ラウンド終了後、結果的にはこう TKO 勝ちということで、この内容に関してはいかがですか。そうですね、まあ、でもやっぱり僕が内田選手と、まあ、また内田選手とジョーは違うんですけど、はい、まあ、でもそのジャブの打ち方とか距離感の取り方とかって上手くなってたと思うんで、やっぱりそのチャンピオンになって自覚というか、レベルアップはこの間の内田戦よりも、してると思いますね、はいはい。最後に敗れた中岐阜に関しても一言お願いします。まあ、中もね、やっぱり今まで、まあ、36歳ということで今日引退試合で、すごい気合入れてきたと思うんですけど、はい、やっぱり引退するっていうことはその衰えとかいろいろ感じてる部分もあるとは思うんで、まあ、最後に、まあ、でも出し切れたんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、やっぱりこれも試合なんで、はい、出血をしてからですね、一度ドクターストップかかってその後再開しましたよね、はい、その時の一気に行くって構成がちょっと胸打たれるような感じがありました。してないので、次戦7月16日に新宿フェイスで、ビクトリー工業また試合があるので、そこをぜひ現地に来てください。よろしくお願いします。今日は皆さん本当にありがとうございました。という勝利しました勝利した無我のインタビューでした。